70年前、ジャニー喜多川氏から性被害を受けていたと証言する人物がいる。俳優の服部吉次さん。服部さんは東京ブギウギなど数多くのヒット曲を生み出し、国民栄誉賞を受賞した作曲家、服部良一氏の次男だ。小学校1年の時には、吉祥寺の家に、ジャニーが訪ねてきた。ほとんど毎週のようにそういうことをされてたんだと。ジャニー氏と服部家との接点は1950年、父良一氏のアメリカ公演をジャニー氏が手伝ったことをきっかけに家族ぐるみの付き合いが始まった。当時19歳だったジャニー氏は次第に服部家に泊まるようになった。はじめ2つ布団並んでたと思うんですけどもね。それで僕の布団に入ってきて、そのうち、パンツの中にも手が入ってきて。こうした行為は2年半に及んだという。一方で向こうは完全にその偽りの仮面をつけたまま、父や母とは何食わぬ顔をして付き合ってましたから。家族ぐるみの付き合いだったことを示す映像がある。これは1993年、父・良一氏の葬儀の時の映像だ。吉次さんによれば、家庭を持つ吉次さんの後ろにいるのがジャニー氏だという。あの立ち位置はだいたい彼のポジションですね。ほとんど、まあ、親戚同様にしてこういう席には必ず連なっていたと。葬儀の際に忘れられない場面があった。ジャニー氏は関係者を集めた食事の場で親族側の席に座っていたのだ。同席していたのは吉次さんの次男、当時12歳の祐吉君。妻邦子さんはこう振り返る。葬儀の時に初めて出会って、それでもうじーっと見つめてたから危ないなと思って、それでその後何回も電話があって、それで会いたいからって言って息子を連れてジャニーさんのところに会いに行って、で何回も何回も呼ばれて、お母さんどうしていつも来るの、息子だけでいいじゃないって言われて、いえそんなわけにはいきません。そして祐吉君からはこんな訴えが。お母さん、あの人の触り方変だよねって、こう撫でるように触るんだよね、母親としてちゃんとできなかった悔しさ、守ってあげられなかった。服部吉次さんの友人で元コンサルタントの松崎元康さん。したらこれですね。したらこれですね。ジャニー氏と知り合ったのは松崎さんが小学1年生の頃。服部家に遊びに行った時、ジャニー氏がいたという。ワイワイやってて見てたら、なんかなんとなくこの右のこっちの方から視線を感じたんですね、私は。あれと思って最初はなんとなく見なかったんですけど、ひゅって見たら、まあそれがジャニーだったんです。それが最初のジャニーとの出会いなんです。ジャニー氏はジャニーズ事務所を設立する前に少年野球チームを作っていた。グラウンドがあったのは当時ジャニー氏が暮らしていたアメリカ軍の宿舎、ワシントンハイツだ。松崎さんもチームに誘われた。その後、服部家で毎週のようにジャニー氏と会うようになった。ジャニー氏は家に送ってくれた上、チョコレートなども買ってくれたと話す。
でうちの母親も恐縮しちゃって、あんないい人いないと言ってて、まあ、それが、何度か続きましたですね。しかし、しばらくするとジャニー氏に変化が。車を止めて、で私に迫ってきたと。それが何度もあった。まず口のキスから始まってですね。でそれももちろん生まれて初めてのことですから、何にも言えなくて、でそのうちに下腹部もズボンを下ろされて、そういう行為が毎回に近いぐらいにありました。でそれが30分40分1時間ないと思うんです。あってやっと家に帰る。軽井沢にある服部家の別荘に吉次さんら友人たちと泊まりに行った時、さらに行為はエスカレートしたという。ジャニーが上に乗っかってきたわけですね。でそのうちにパジャマとパンツを下ろされまして、それで彼は当然その先に進むつもりでいて、ただ今度はもう私自身震えが来ちゃいまして、そのうち大泣きになっちゃったんですね。泣き声を聞きつけた隣人が止めに入り、性行為は免れた。松崎さんと吉次さんが被害に遭ったのは70年前。なぜ当時ジャニー氏の性加害は明るみに出なかったのか。実は吉次さんは8歳の時、性被害について姉に打ち明けたのだが、これこれこういうことをされたんだということを、まあ、話をしたわけね。そしたらば、やめてよそんな話、気持ち悪いその話やめて。姉から言われたこの一言で、その後吉次さんは口を閉ざしてしまった。一方、松崎さんは当時家族にすら話せなかったという。1950年代の時代、そういうことは喋ってはいけないようなちょっと風潮があったように思うんですね。今現代とは全く違うんじゃないかと。松崎さんと吉次さんが互いの性被害を知ったのはおよそ60年が経ってからだった。10年前にですね、高校の同窓会があったんですよ。なんか実は俺もそうだったんだよと、ああお前もそうかって話してるうちに、ジャニーに被害に遭った内容はですね、ほぼ同じだったんですよ。今回吉次さんと共に声を上げたのは、子供への性加害に対する社会の意識が変わってほしいという思いがあったからだ。今後日本がよくいい社会の中に生き延びていくためには、少しでも我々が役に立てればと、そういう気持ちでおります。